こうは言語学における統合論の用語、語違反中によって選択されている要素、論理学における同盟の用語に由来する。論理学で術語が一定個数の項を要求するように、個々の語違反中によって異なる数の項が要求され、必要な数のそれぞれ適切な特徴を備えた項があって、語違反中は充足される。動詞に関しては、主語、目的語、 保護などと呼ばれるものに相当する。項に対して、語違反中によって選択されていない要素で文に正規している要素を、不可視と言う。これは、伝統的に就職語と呼ばれているものに、ほぼ相当する。また、文の階層構造の中で、潜在的に項が正規する位置であるという位置を、項位置と言い,い、こうではないが、様々な特徴を項と共有し、 術部との一致を引き起こす巨字が現れる場合がある。選択された項がないと不適格となる。ワットアワー移動において、島から適出しても、不可視ほどの逸脱性を示さない。主治内在関係説は、項一にのみ正規可能である。5位要素 X の項は、統合的にその語位要素の最大投射 XP の外側に正規する、外項と内側に正規する内項とに分けられる。 ごい要素 X の外交は、除述関係の観点からは、そのごい要素 X の当社で表される述語によって、除述される要素に相当する。統率、束縛理論では、外交と内交はそれぞれ真相構造での主語と目的語とみなされることが多い。例えば、太郎が時計を壊すの場合、動詞、壊すは、ことして、太郎と時計を取っており、太郎は、 動詞の最大当社の外側にあるので外交、時計は内側にあるので内交である。そして外交、太郎は壊すの最大当社である術語、時計を壊すによって助術されている。外交と内交の区別は自動詞の分析や文の表面的な主語、目的語と交の意味役割の階層が一致しない現象の分析などに有用である。例えば自動詞は その主語が、一般的な他同士の主語に似た振る舞いを示すものと、一般的な他同士の目的語に似た振る舞いを示すものに分けられるが、前者の主語は、外項で後者の主語は内項であると考えれば、振る舞いの違いを説明できる。なお、外項は、語彙要素の本当の項ではなく、ウィー、ボイス、パープルなどと呼ばれる、機能範疇によって導入される、 と1990年代からは考えられるようになっている。文脈、談話中に指示対象がすでに存在していれば的確となるが、この場合は日本語にある恩恵を持たない代名詞がこう充足している。なお、代名詞は基地の対象を指示するので、指示対象が文脈、談話中にすでに存在していなければ使えない。 これは研究者の採用する分析によって異なる。例えば、ウィリアムズでは、最大投射、同粛内守護仮説を取るヒルダ・コープマンドミニク、スパティーシュ、ザポジション・オブ・サブジェクツ、リンガー85、211から258では、X 投射であるに従うならば、V の外側にある。内向が、守護になる、自動詞が存在するという考えは、非対角仮説と呼ばれる。 例えば、三原健一のピアニッシュも、2から3、より詳しくは、影山太郎、同志ー,ーミロン東京、黒潮出版などを参照。部位については、チョムスキー、N ザミニマリストプログラム、ケンブリッジ、MA、MIT プレス、ボイスについては、クラザー、A、セバリングザエクスターナルアーギュメントフロムイッツバーブ、インヨハンルーリックローリーゼリング、 フレーズストラクチャーザレキシコン109から137ドルトレヒトクルーワーパープルについてはバウアーズ J ザシンタックスオブプレディケーションリングイスティックインクワイアリー24591656を参照なお、外ーは語彙要素の本当のーではないという主張が最初になされたのはマランツ。 A on the nature of grammatical relations.Cambridge MA MIT Press である。ありがとうございます。